セヌテレジの初期配置。双方の王はファーズの右側にある。セヌテレジはエチオピアで伝統的に行われている将棋類である。セヌテレジはペルシアのシャトランジの最後の生き残りであるとされる。駒の動き、ルールがチェスとは異なる。バンに、チェスバンにあるような市松模様はなく、大抵赤い布に黒色か青色の線でマス目が描かれている。 名称はパンクハーストに従う。セヌテレジでは相手の手伝いを待つことなく同時に刺し始める。最初に駒が取られるまでの局面をワーラと呼ぶ。双方の対局者は相手が何て刺したかを気にすることなく好きなように何度でも駒を動かすことができる。この局面の間、対局者は互いの手を見て自分の手を撤回したり他の手に変えたりする。 最初に駒が取られた後は交互に刺す。罪に関するルールや慣習は膨大である。戦車あるいは馬で止めを刺すのは非芸術的であるとみなされていた。蝶あるいは像で止めを刺すのはより上品であるとされる。不評の組み合わせによるものはより賞賛に値する。すべての駒を剥がされた王は詰ますことができない。一つの駒のみで守られている王は七回移動する。 間に詰まさなければならない。ありがとうございます。